戦って必勝、うん、先制点が取れないことですよね。ですからゴールがないっていうのがやっぱり一番大きいとは思いますよね、まあ、前節は無得点、前々節の山形戦は5失点、そして、群馬県前橋にあります正田醤油スタジアム群馬です。周りの木々も桜の季節から新緑の季節へと変わってきました。さあ今群馬のボールで前半45分スタートです。最終ラインに下がりました岩上雄三からシンプルに前に送っていきます。ゴール前シンプルに白は加藤、そして田中、また秋田の方もここはしっかりついています。中に入れてきた、最後は深堀、田中から中へ、そして深堀が、ただここでうまくかけますが、ここは白輪の対応、ただ後ろから飯尾が来てボール回収、中にシンプル入れてくる、ヘディング、先制秋田、群馬から移籍しました青木翔太の先制ゴール。そうですね、これ秋田前半とこれ全然違って、この時点でいつもだったら繰り返すんですけど簡単に上げてきましたよね、はい、その分青木選手後ろからセカンドからかなり早い位置に入ってきて最後合わせましたよね、まあ、さらにはディフェンスの小柳、このフォーメーション見れば分かる通り蹴ってきますよね、こっち3人に青木選手、右サイドねみんないますから、はい、相手の前に出るとチャンスなんですよね、ショートコーナー山中から入れる、向こうサイド落としてくる、そうですね、まあ、本当にやらなければいけないことを徹底してやりますよね、まあ、またこういったものも他の選手たちに十分にこう示すそういったものになりそう。さあここはチャンスだ、ヘディングだ、押し込んでいく、ここはクリア、ナイスキーパー、押し込んでいったんですがゴールならず群馬。これ山根選手もよく向こうを見てましたね、完全にこれうまくこれ、そうですね、もう本当にボランチまでラインに入ってクリアしますからね、ヘディングゴールの上クロスバー、もう一回いく、平松のシュート、しかしクロスバーの上、これも山根選手からいいボールが来てこれよく合わせましたけどね、体をひねり、1対0とリード、終盤の群馬の猛攻跳ねのけまして、ブラウブリッツは来た、1対0敵地に乗り込んで3連勝中、好調の群馬から貴重な白星勝ち点3。